今回180万の商品を売った時の話180万の商品を売った時の話180万の商品はですね僕34人に売ったんですけど、まあ、一番あの印象深かったのが現金でもらった時ですね現金で180万積まれたっていうおろしてきましたっつってね <laughs> あのちっちゃいそのプチ会議室借りってあの何か,なんかオフィそ,そこで集合して あ、下ろしてきましたみたいな。で、ふ、あの、なんかいろんな銀行に分けて、なんか貯蓄してたっぽくて、なんか回ってきましたみたいな。だから袋が3つぐらいあって、数えてましたね。目の前で。<laughs> あれは結構印象深いですね。うん。なんか現金って見なくないですかまあ、基本振り込みが、振り込みじゃないですか。高いと。 現金、に現玉で180万もらうっていうのは、まあ、あと100万もあります。現玉で百万、現玉で100万は2、3回ですかね。180万1回ですけど、現玉は。うん。だからね、そう、100万の時は、その大学生に100万で売ったんですけど、<laughs> その大学生のこの家に行ってね <laughs>、その部屋に行ってね、まあ、実家暮らしなんですけど、<laughs> タンスから100万出てきて、吉田さんこれ数えてください、みたいな。その大学生の、 あのその男の子の部屋で100万円を数えるっていう、う闇金かと、<laughs> なんかもう、なんなんだ、これみたいなね。まあ、何が言いたいのかっていうと、要は、売れないことはないんですよ。だから久保さんが言う通り、買う人を探してないだけであって、買う人は買うんで、まあ、あとはあ、その価格帯の商品を持ってますかって話ですね。 そもそもその100万円とか180万円の商品を持っていなければ、まあ言えないですよね。<laughs> 持ってないんだから。まあでも自営業してるんだったら、まあ別にいい値ですからそんなのは。うん、自分があこ、この商品はこれですっていう。ね。この壺は100万ですって言えば100万なんですよ。誰がその壺100万で買うねんと。いや買う人は買うんですよ。だからその買う人を探せばいいわけですよね。 あとはしっかりその100万の商品を作るってことですね。こう、作らずしてもらって逃げたらそれはダメですけど、しっかりその作ってね、て、あのもらってか提供すればいいわけなんで、それは、サービスをね。うん。だ僕は実体験で、まあ、自分で売っとき、売っときながら思ったのが、あ、払う人は払うんだなっていうのは実体験ですごく感じましたね。だってぶっちゃけその180万って言うと、まあ、車買えるじゃないですか。車。 うん、まあ、いい車、中古車だったらいい車も買えますよね180。180あれば。まあまあ。ね、久保さんもセルシオ100万ぐらい言うてたような気がするんですけど、ね、セルシオ買えますよね。180あれば。今、多分。<laughs> うん。だからまあ、それを売る努力というか、探す努力をしてますかと。うん。ただそ、それをすればいいだけなんですよね。だからその介護のやつも、その、いいですよね、問いが。 <laughs> じゃあ、価格を上げる努力はしたんですかと。価格が高いお客さんを探す努力はしたんですかって。してないですよね。<laughs> ってか、してないというか、そもそもその思考に至ってないですよね。なんか、そういうもんだ、みたいなね。介護の仕事はこうでこうで、給料がこうだから、まあ、売上こがこうだからこうだ、みたいなね。なんか、それ以上の思考がないというか。いや、世の中にはいるでしょ。だって、車もね、ピンからキりですよ。フェラーリ誰が買うんですかっていう。まあ、フェラーリはね、 買ってる人がいて、まあ、見るんでね、わかりやすいかもしれないですけど、でも、ただの移動ですよ。まあ、移動というところで見れば、車タイヤが4、フェラーリのね、車がね、タイヤ10本あるのかって話で、まあ、タイヤ4個しかないし、あのまあ、移動は軽自動車でも移動できるわけですよ。だけど、軽自動車で10万とかね、数万円で売られてる軽自動車もあれば、3000万とか4000万のフェラーリもあるわけじゃないですか。なんだこれみたいな。<laughs> じゃあ、そのフェラーリを売るときにね、 こんな高い車ね、誰が買うねんっていう話じゃないですか。でも買う、買ってる人がいますよね。1億円の車を買う人もいるし、1億円の車いらんだろうって思う人ももちろんいますよ。誰が買うねんと。でも買う人が世の中にいてるわけじゃないですか。例えば ABX の松浦会長とかね。松浦会長とか <laughs>、確か何億円とかね。あとあの、前澤社長とかね。何億円の車あ、あ、なんか保有してますけど <laughs>。買う人は買うんで <laughs>。 でも買う人は買うんだけど、その商品を持ってなかったら売れないよって話で。うん。だからまあ、その、なんかね、そこは、思考がやっぱ止まってますよね。うーん。だから僕は常にやっぱ価格をこう上げるっていう努力をするんですよ。まあ、ドリームアカデミアも今120万で、まあ年末も120万で売りましたけど、価格をこう上げる努力はしてますかっていう。 で価格を上げてもどうやってう売っていくかっていうのを考えてますかと。どうすればこの価格でも売れるかっていうのを考えてますかと。か考えてないからですよね。<laughs> で、それを実行して売れ、売れるように思考改善していく。僕もじゃあ 100%100 100発100中でその商品をね、売れたのかっていうと売れないんですよ。売れなかったら売れなかったで、じゃあどういうふうに売っていけばいいのかっていうのを改善していったその結果なわけですから。 うん、そう多分ね、180万になるとウェブ以上だ、まあ、まあ、わかんないです、これも,これもやらないとわかんないですけど、あのー、まあでも去年、120万ウェブだけで売りましたからね、まあ、それもまあ僕の中で結構、あのフレームが外れたんですけど、今まで100万を超える商品っていうのは、やっぱ対面クロージングしないときついなっていうのはあったんですよね。 イメージの中では。まあ実際180万とか100万の,あの商品に関しても全部対面で売ってるんで。だからまあウェブ完結ウェブ完結で120万売っていくっていうのはこうできるのかなっていう。まあ僕もねゼロ、0、0本っていうこともあり得るなと思ってたんですけど売れましたからね。うん。やってみないとわかんないし。うん。 まあ大体本当に100万を超えるってセミナーで売っていくとか、ね、リアルでね対面クロージングですからうんまあもしくはウェブでやったとしてもズームとか電話とか入れないと結構きついかなとは思うんですけどね電話もズームも入れずにもうウェブメールだけでうェめなんかウェブのみ完結で売るっていうのはまあ僕の学びでしたね やればできるんだっていう。<laughs> うん。そうまあ、そうやって、その自分で、その、なんだろうな、フレームをどんどん壊していくってことですね。あ、あできるんだな、と。やればできるんだな、と。でも、うまくいかないこともありますよ。だけど、うまくいく、なんかそ、孫正義さんがね、勝ち癖をつけろみたいな話をするんですけど、勝ち癖、負け癖つけんな、みたいな。要は、その、なんだろうな、まあ、勝ち癖じゃなくて、売る癖というかね、 どんな商品でもどんな価格帯でも売る癖をつける。で、それで、あ、売れるんだっていう体験をもとに、じゃあもう今度はこれで売ってみよう、これ価格で売ってみようっていう、その、どん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 、その、売る癖が売る癖を呼び込むみたいなね。でもずっとこれ売らないと、う売らない癖をつくんですよね。売れない癖、売らない癖がね。<laughs> そう。うん。だし、あの、商品を売ることが怖い人って、 売る癖がないんですよ、ね、<laughs> そう自分を PR する癖がないですよね久保さんなんかいまだにね即下塾をずっと PR してるじゃないですか即下塾の久保ですみたいなね <laughs> 10年即下塾できて何年ですか67年8年ぐらいですかいまだにあの PR してますよね即下塾の久保ですみたいなね <laughs> 昔は即下塾なかった時広島の久保でしたけどい <laughs> まだに PR してますからそうだからもう癖というかもう 茶道ですよね <laughs> もはや <laughs> もはやもうあの売るというのは空気を吸うものだとみたいなね <laughs>、うん、でもまあそこの局地に行くとまあ別に普通なんですよねそれはやっぱあの日々日々鍛錬しないとやっぱり難しいですよねうんでもすぐできることもあるんですよそっか塾の久保ですぐらいは言えると思うんで でもそれもやんないわけですよね。それもみんな <laughs>。自分のバックエンド商品を作ってね、〇〇塾の何々ですっていうことは、多分できると思うんですよ。その塾のメリットを伝えるとかね、欲しくさせるっていうのは、テクニ,テクニカル的なセールストークの部分は学ばないといけないかもしれないけども、挨拶は言えるでしょ。〇〇の〇〇ですっていう。<laughs> いや、それは言えますよね、久保さんね。でもそれすら言わないじゃないですか、みんなが。 別にねあの、億万長者合宿の,この3年か4年前にやったねあの、よく久保さんも話題に出しますけども、あのそあの億万長者合宿の,合宿の中で、自分の商品を PR していいよっていうセッションをね、設けたけど、誰もいなかったっていう、別にそれって、あのまあね、商品がなくても、その場でこんな商品ありますって言うか言わないかだけですからね。 で、その後商品作ればいいし商品があるから言えるのかじゃなくて言えるからあるんですよ、まあ、これも難しいですけどねほとんどの人はないから言えないっていうねいや言えるからあるんだみたいなちょっと難しい概念かもしれないですけど、うん、もはや言わないから現れないってことですね、うん、で告白しないからその人をゲットできないみたいな話ですよね 言わなきゃ分かんないですよね。好きですっていう。<laughs> まあ、たまにね、維心伝心みたいなね、意思疎通でね、なんかあるかもしれないですけど、やっぱ伝えないと分かんないじゃないですか。好きなのか嫌いなのか。ね。まあ、なんとなくあこの、この男、私にちょっと興味あるなっていうのは、なんとなく、まあ、感じれるかもしれないけど、やっぱ告白してほしいですよね。どうですか <laughs> 言。言ってほしくないですか。 まあ僕は女性の立場になったことがないんで分かんないですけど。言わないで分かんないですよ。うん。はい。いってらっしゃい。